大津歴町90秒大学。今回は九五人行列をご紹介。京都の下鴨神社と上鴨神社の例祭葵祭り。祭りの前日である5月14日には伊豆神社と神田神社の合同で九五人行列が行われます。朝、神田神社の関係者が出発、伊豆神社の関係者と合流します。九五人行列は片田が下鴨神社に神饌を奉納する御厨であったという歴史を踏まえた行事です。唐櫃の中には下鴨神社に献上する船や船寿司などが納められています。地域を巡行した後、大型バスに乗り込み下鴨神社へ向かいます。下鴨神社に到着すると、神職を先頭に境内の忠須の森を巡行。本殿で持参した神饌を献上します。琵琶湖と深く結びついた片田は、このような様々な交易とともに繁栄してきたのです。